皆さん、こんにちは。こんにちは。夏休みが終わって初めての動画ですね。はい、そうですね、はい。はい。お休みいただきましてありがとうございます。ありがとうございました。とても楽しい、はい、有意義な夏休みでしたね。すっかりリフレッシュしていました。はい。はい、皆さんはいかがでしたでしょうか。はい。で、土地おかかりさん、はい、何か、そうなんですね、商品のご紹介の前にお知らせが。いつも動画でね、字幕入れたりとかこうご紹介したんですけれども、はい、ちょっとソフトが使えなくなっちゃいまして、こちらで字幕が入らない状態でね、はい、来ますんで、本当にすいませんけれども、はい、ご了承いただきたいと思います。はい、はい、復旧の目処は、はい、1ヶ月後ぐらいにはなんとかこうしたいなというふうに考えてます。はい、早速商品のご紹介に行きたいと思います。はい、今週は何を、はい、アーリッカの、はい、ね、もう歩行テイストの部屋作りには欠かせない木の、アーリッカの木の雑貨と、はい、歩行とマリメッコなどもご紹介いたします。はい、はい、じゃあまずはアーリッカの方、はい、そうですね、こちらはモビールですね。モビールですね。はい、いいですね。そちらもちょっとご紹介。はい、私の方はすべて木でできてますね、枠もね。そうですね。これだけはチェアになってます。はい、で、私の方は小鳥ちゃんのモビールになります。うん、こちらは親子でしょうかね。そうですね。はい、こちらはお父さんでしょうかね。お父さんですね。はい、そうですね。はい、ファミリーなモビール、うん、よろしいでしょうかね。はい、こんな感じで ね、ちょっと窓辺とかね、はい、お部屋の中に飾っていただけたらと思います。はい、はい、こちらはチューリップですね。うん、チューリップの置物。はい、こっから上は同じなんですけど、この台座がね、下が違うんですよね。はい、ちょっとこっちは細いですね。色も違うという感じで。はい、これもいいですね。いいですね。一つ一つの販売になります。はい、木の箱ですね。はい、ちょっとこうテーブルの上に置いて、うん、調味料を入れたりとかでもいいですね。それもいいですね。はい、あとやっぱチョコレートこんもりとね。はい、そうです。ティータイムの部分、まあ、一応木の箱っていうことでいろんなものにね、はい、使えますんで、もちろんアクセサリー入れとして使っていただいても結構かと思います。はい、こちらは何でしょうか。犬です。犬の置物、はい、こんな感じで。はい、ちょっとあるでも可愛いですね。可愛いですね。玄関先とかね。そうなんです、そうなんです。はい、とこちらは鳥さんですね。これ何度かご紹介したことありますね。そうですね。可愛いですね。こちらは親子の鳥さんです、ね。ちょうどね、お母さんがね、子供にね、餌をあげてる感じ。はい、可愛いですね。ほのぼのとしますね。しますね。なんかね。はい、これからは3つほどペーパーナプキンホルダーをご紹介したいと思います。はい、土地おかかりさんの持ってるのは洋梨でしょうか。洋梨ですね。これ初めてですね、洋梨ね。はい、可愛いです。で、こちらは黄色いお花、お花です ね、 と、こちらは小鳥さん。はい、これとこれは同じぐらいの時代なんですけれども、これはもっと時代遡りますね。はい、もう本当は立夏の初期かなって、70年代頃もね、はい、何もこう色をつけずになんか、はい、ナチュラルな感じ。で、こういうふうに、こんな感じでね、ペーパーの収納できもいいですし、うん、もちろんあとコーヒーフィルターとかね。そうなんです、はい、そうですね。これだとね、コーヒーフィルターですと、ね、いいですね。これだとしてもいいですね。はい、はい、うん、メモがこういうふうに、メモとペンがね、はい、こう収納できます。ちょっと電話とかね、いいですね。テーブルのデスク周りにあるといいですね。いいですね。素敵ですよね。はい、はい、こちらがクマさんでしょうかね。モコルとかですね。ちょっとメッセージか何かね。そう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 、書いていいですね。玄関先にね、いらっしゃいますよ、お客様ね。はい、ちっちゃなウェルカムボードをね、挟んでもいいですよね。素敵ですね。で、ちょっと、はい、これからご紹介する4点はペン立てでしょうかね。ペン立てですね。はい、
ダクちゃん。ダクちゃん。こんな感じです。久々ですね。はい。こういう方向でも、こういう方向でも。かわいいです。こう何もペン入れてなくてもかわいいですよね。かわいいですね、本当。人気なんですよね。はい。あんまりフィンランドの皆さん最近見ないって言ってましたね。はい。ね、で、こちらが羊さんで、こちらは赤い猫さんでしょうかね。これ初めてですね、猫さん。そうですね。こんな感じ。はい、それと、小鳥さん。はい。こちらは別々の販売ですか？これペアで販売させていただきます。はい。で、あの、どれもこうペン立てなんですけれども、うん、あのペンを立てなくても、うん、本当置物としても、オブジェとしても可愛いですね。何かこう、ペンっていうか何かこう、飾り。いいですね。ちっちゃなこう実のついたなんかドライフラワーかなんか刺しても秋を感じて。そうですね。赤い実から。はい。ね。はい。つまり何もなくなってしまったんです。で、最後に、すいません、ご紹介忘れました。言って忘れてました。はい。こちら、かわいいですね。かわいいです。ボードはつかないんですけどね。はい。アーリッカの、絵にね、小鳥さん、青い小鳥がついたね。はい。デザートのフォークですかね。はい。あと、バターナイフですね。はい。3本セットみたいな。はい。こんな感じでね、これはつかないですけど、これ、ウッドボードかなんかこのセット、かわいいです。かわいいですね。かわいいですね。はい。すいません、そんなかわいいものを忘れました。朝のパンの時間がね、はい、楽しくなりますね。はい。以上ですね。以上ですね。はい。アリカは以上で、はい、で、次に北欧の生地のご紹介いたします。はい。